入ってたんですけど、まあ、まず全体的に言えるのはもうすごいレベルが自分が思ってる以上すごい高くて、予選の結果の感じとか、この3人の点数の感じとか見えてないんで、なんだろう、自分がつけてるけど上がってないとか、そういう自分の視点でしかちょっと分かんないんですけど、大体自分がこう通るっていうような点数つけた人が大体みんな結構通ってはいたんですけど、中にはこう落ちた人とかもいたので、やっぱり3人いれば視点も違ったり、重きを置いてる部分も違うので、そこはなんだろう、中ぐらいというか、まあそういう層の部分で、真ん中部分の人とかはやっぱそのタイミングで出せる出せないっていうパワーだったりとか、まあ気持ちの入れ方とかで全然変わってくるんで、そこら辺はまあ自分の中で、目指してる踊りが今日できたのかっていうのを、まあ自分の中で判断基準として置いてほしいんですけど、まあバトルになってからは自分はそのやっぱポップバトルってことで、その自分が持ってるそのポップの、まあ、枠組みプラス、そのよく言われるその個人個性の部分だったり、そのスタイルの部分っていうのを、まあ、重視してたんですけど、全体で感じたのはやっぱり出し切るっていうことがすごい大事だと思うんで、その出し切り方、自分の出し切り方っていうのが、優勝したチンミとかだったら、ああいうふうに自分でこう爆発させていく、もう見るからにこう動きとして爆発してるっていうのがあるんですけど、中には多分インに入って爆発させるっていう自分の爆発させ方、出し切り方っていうのが多分人それぞれあると思うので、その音にめっちゃ入り込むとか、ムーブでこう自分をこう上げてくるとか、気持ちを単純に上げていくとか、そういう風に自分の上げ方、練習からこういう風になんか、ずっと同じことやる練習もいいですけど、こうトップまでこう上げて、もうなんだろう、サイファーもうめっちゃもう深夜夜通しずっとやって、最後出し切るくらいまでやる練習とか、そういうのやっていくと多分自分が、ここっていう時に出せるパワーっていうのが全然変わってくると思うので、まあ、技術的な部分とかは、まあ、その先輩だったり習ってる人とかに、まあ、聞いて、そういう風に自分を高めていってもらっていいと思うんですけど、バトルの場だったらそういう風に出し切る力っていうのは結構見ててバンってくるかどうかっていうのはでかいと思うので、そういう部分を今日自分は大事にしていったらいいなっていうのも自分も含めて勉強になって気づけた部分なので、みんなもそういう風にちょっとそういう視点も置いてみたらどうかなと思います。以上です。ありがとうございました。お疲れ様です。1回目なんですけど、マイクに。今日、そうですね。今日、東京でまずジャッジするのが自分2回目で、でも最初もここで、どうしたのグルーブっていう意味でやらせてもらって、まあ、一番最初に自分が感じたのは、めっちゃみんな上手いなっていうのをまず感じました。ものすごい上手いです。前回も言ったんですけど、関西に自分いるんですけど、関西のポッパーよりもスキルとかレベルはものすごい高いなと思います。で、そうですね、なんかなんて言うんだろう、今日みんなめっちゃ上手かったですね。特に俺的にはそのあやめちゃんとか、あとパッドスネープ、めっちゃやばかったです。なんか俺的にはもうスタイルもめっちゃ好きでしたし、まあ、今日自分がめっちゃ意識してることでもあるんですけど、常にいろんなスタイル、めっちゃいろんなスタイルがあって、特に今日出てるメンバーとかみんな個性的で、アニメーションやる人もいれば、ブガルやる人もいて、きっと強い人もいて、どんなスタイルが自分はいてもいいと思います。なんかすごいわけわからんポージングするやつがいてもいいと思うし、ただそれがなんだろうな、なんていうんだろう、言葉が出てこない。自分はやっぱダンスが好きで音楽が好きなんで、それがなんだろうな、動きとその音楽がもっと近い
勝ったらいいのになって思いました。ちょっと今日自分的にですけど、なんかその音楽を入れれる余裕をもっと感じてたら、もっともっと気持ちよく踊れてるように見えるのかなとか思ったり、今日そういう意味ではハン君が一番音楽に対してはものすごくナチュラルだったような感じがします。そのありがとうゆるく踊ってるからナチュラルとかじゃなくて、別に俺は硬く踊っててもナチュラルなやつはナチュラルと思うし、ただこの音楽を入れれる余裕があってほしいなと思います。そのグワーってやるのもめっちゃ俺は好きなんですけど、そこに音楽が乗っかってないとただの動きになっちゃうんですよ。自分の中でかっこよくなくなるんですよ、その瞬間に。でもこうやってるやつでもめっちゃ音感じててこうやってたらめっちゃかっこよくなるんですよ。だからそこにプラスアルファ気持ちが乗っかってる人が勝っていくもんが俺はバトルだと思うんで、ダンスバトルだと思うんで、なんかやりたいスタイルとか磨きたいスキルとかもちろんあると思うし、もういろんなこと考えて練習もすると思うんですけど、踊るときはやっぱできる限り音楽に俺は身を委ねたいと思ってるんで、もうちょいそこの部分がもっともうちょい強くなったら、もっとなんだろう、考えずに素でそういう動きが出てくるようになるんじゃないかなってちょっと思いました、自分は。そしたらもっともっといいのになって。あとめっちゃやばい動きしてる人いっぱいいるんで、それに対してのレスポンスというか、うわーとかヤジとかあったらもっとイベント盛り上がるのになってもちょっと思いました。あの関西はそれやばいです。俺が踊ってる時になんか生き堂さんって言われたりとか、しょうもないなんかもう化け物とか言われたりとか。でもやっぱそういうのが空気良くするんですよ。めっちゃいい音楽かかってて、めっちゃクラブプレイの時も俺めっちゃ音好きだったし、みんないっぱいお酒飲んで。いっぱいいいダンサーいるから、一人一人かけちゃダメなんですよ、絶対。それがいい空気になるし、シーン盛り上げると思うんで、もっともっとみんながそのシーンの一部だと思って楽しくやったらいいなと思います。以上です。お疲れ様でした。予選から見させてもらって、もう今日は単純にもう気持ちよく自分全部出し切った人にあげようというか、を見ようと思いました。みんな見てるんですけど、どの瞬間も抜かりなくって言ったらちょっとなんかこうやって見てるような感じになるかもしれないですけど、もうずっと見てます。ずっと感じてます。もう自分にできないことをみんなが踊ってるの見て、俺にできないから余計なんかその気持ちでもらったらこんな感じ方あるんだとか、いっぱいもう自分が今日めっちゃ感じてます。でこうやって大阪から沖縄の後輩ですけどリッキーも来てて、で若い世代の文明とこうなんか俺も年取ったなってちょっと思いました。32になるんですけど今年で、それよりもまあ何歳か下でも結構力つけて頑張ってるポッパーも見てて、なんか俺ももっと頑張らんたなっても思うし、そういうこの高めがすごい大事だと思うんですよね。絶対特にこういうバトル文化だったりとか、ポップが生まれた環境だったりとか、めっちゃみんな仲良くても全然いいんですけど、でもなんかこうステージの上では負けんぞっていう気持ちでもいいし、俺が普段こう感じてる音楽の感じでも何でもいいんで、自分がこの音楽と相手に対する姿勢というか向き合い方っていうのもすごい大事で、それだけじゃなくて一番大事なのはやっぱ自分の向き合い方なんですけど、それをいかに音楽をビッキーもこの体で身を委ねてたって言ったんですけど、身を委ねてます。めっちゃ形がどうなってるかは正直どうでもいいって言ったらちょっと嘘っぽくなるんですけど、でも極力もう音楽をどれだけ感じれるか、それが形になるまでやるみたいな、それがなんか自分の武器になっていったりすると思うんで、今日ベスト16上がったメンバーは結構その個性の持ってる人がこう個性が光ってる人たちが上がってて、でどのバトルもすっごい楽しみだなと思って、実際もう本当僅差でどっちが勝つかは分からないですけど、でもなんかこの自分の気持ちがぶつかり合ってるのは見るとやっぱ正直興奮しますね。わーって、なんでなんかこうバトルにチャレンジする時も
もちろんやっぱ優勝した方が絶対なんか達成感みたいなのあるかもしれないですけど、でもなんか今日自分の込めたこれをなんか信じて続けていったら絶対に優勝はできるし、なんかそれ以上の結果を自分でなんか目標に持ったりするんじゃないかなと思うんで、日常化してください。もう音楽を感じることも、友達と遊ぶことも、踊り方をなんかいろんな環境で踊ってください。なんかもうバトルだけのものにしないで、こんだけいい踊りできる人が今いっぱいいるんで、僕見てて思ったんで、なんかもっといろんな踊り方して逆にもっとアピールしてください。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。